相模原キャンパス本部宇宙科学研究所は、日本の宇宙科学の研究を主に行う機関で、宇宙航空研究開発機構の一部である。科学研究にとどまらず、宇宙開発にも広く関与している。前身の東京大学宇宙航空研究所が1981年に、開訴して、旧文部省の国立機関として発足した。2003年10月に、 宇宙開発事業団、航空宇宙技術研究所と統合され、JAXA の一機関となった当初は、宇宙科学研究本部とされたが、2010年4月1日に、元来の名称である宇宙科学研究所に改名、改組した。統合後の研究本部時代、研究機関を指して、中核部のある研究施設の相模原キャンパスの名で呼ばれることがあった。ナスダ系ロケットの 種ヶ島に対して、内野浦こと鹿児島県肝付町の内野浦宇宙空間観測所からのロケット打ち上げでも知られる。日本初の人工衛星を打ち上げたラムダロケットとランチャここでは1955年の航空技術研究所の設置の頃までを前史とする。列強に遅れながらもロケットを含むジェット推進の研究は日本でも行われ、数種の分身法が 実用化され、試験飛行ではあったが、注水という例もあった。しかし、宇宙空間を目指したロケット開発は、日本宇宙開発の父、糸川秀夫から始まる。糸川は、中島飛行機で計、あるいは重戦闘機の設計に関与したが、その後、制約を避けて1941年に、東京帝国大学第二工学部に移籍した。 そして戦後はしばらく各種の研究を行っていた。宇宙、航空に目をつけたのは1950年代前半の渡米の頃とされる。1954年に東京大学生産技術研究所内にアベッサ研究班を組織した。翌1955年にいわゆるスペースプレーンのような構想を示し、ロケット旅客機20分で、 太平洋横断といった見出しの新聞記事となったが、その写真の試作ロケットの実現可能性などはよくわからず、真の意図はつかみかねる点が多い。同年には、アベッサ研究班を SR 研究班に改名したほか、富士精密工業らの尽力により、生産技術研究所が借り受けた、国分寺の実験場において、ペンシルロケットの水平発射試験を行い各種の、 データを採取したが、これが、いわゆる、宇宙圏ロケットの素である。その頃、日本の航空開発も、1952年の独立を経て、1957年の完全解禁を見越して、後の YS-11 の構想が立ち上がり始めており、科学技術庁は製造を行う、日本航空機製造と並列して、技術研究を行う、 航空技術研究所を1955年に発足させた。ノルの発足により航空関係の技術研究がそちらで行われることになることから文部省東大生産技術研究所で行う研究はすでに実績のあった固体燃料ロケットやいわゆる化学衛星を試行するという方向付けがなされた。東大生産技術研究所はその後多数の発展型ロケットを 開発、1960年には本格的な衛星打ち上げの能力を持つミューロケットの構想を持つまでになった。1964年に東大生産技術研究所の一部と東大航空研究所が合併し、駒場に転して東京大学宇宙航空研究所が発足した。また同年には科学技術庁内に原弱者の前身の3組織目、 後の宇宙開発事業団の前身となる宇宙開発推進本部が設立された。これにより、日本の宇宙開発は固体燃料を使用して化学衛星を打ち上げる東大アイセスの系列と液体燃料を使用して実用衛星の打ち上げを目指すナスダの系列の二つが並行して進んでいくことになる。1969年に宇宙開発事業団が発足した際に、 東京大学及び日産自動車における固体燃料ロケットの開発は中止に追い込まれそうになった。原因は固体燃料ロケットには兵器への転用の恐れがあるにもかかわらず輸出先を確認していなかったことによる。しかし実用衛星ではない科学研究のためだけの衛星のみを打ち上げることを条件に研究の続行が許可された。 1970年、東京大学宇宙航空研究所は、鹿児島県内野浦の車上から人工衛星を隅の地球周回軌道への投入に初めて成功した。これにより日本は世界で4番目の自国ロケットによる人工衛星打ち上げ国になった。またこれは世界初の大学による人工衛星の打ち上げ成功であった。 東京大学宇宙航空研究所は1981年、組織を東京大学から話文部省宇宙科学研究所に改祖した。その際に一部は東京大学に移管され、工学部付属協会領域研究施設となった。1989年4月には、キャンパスを駒場から相模原に移転した。この間も、東大時代に引き続き、X 線天文衛星。 ハレー水星探査機、太陽風、地球磁気圏観測衛星など、宇宙科学の分野で多くの成果を上げた。2001年の中央省庁再編により文部科学省が発足し、文部科学省を宇宙科学研究所になった。2003年に当研究所と宇宙開発事業団、航空宇宙技術研究所が統合され、宇宙航空研究開発機構が発足し、 それに伴う改祖とともに、宇宙科学研究本部という名称となった。しかし2010年には、同機構の一部という位置などに変更はないが、宇宙科学研究所という名称に復帰した。なお1981年以来のアイセスという略称は一貫して使われてきている。大学の共同利用機関でもあり、東京大学大学院理学系研究科、工学系研究科や、 総合研究大学院大学との大学院教育としての研究教育活動を展開している。今後予定しているミッションとして、金星探査ミッション、水星探査ミッション、磁気月探査ミッション、磁気小惑星探査ミッションなどがある。共同ミッションとしては、国立天文台などと共同で実施している、スペース VLBI 計画がある。その他、 共同研究ミッションとしては宇宙望遠鏡計画の実現に向けた技術開発や新惑星探査ミッションなども国際共同研究ミッションとして提案を実施した。これらを小型の衛星に搭載するための研究、設計や開発業務を行う。宇宙教育センターが設置され宇宙科学研究所をはじめとして宇宙基幹システム本部、 宇宙利用推進本部との連携によって、小学校、中学校、高等学校の生徒を対象に宇宙教育事業を展開。その成果については、宇宙のポータルサイトなどにて公開されている。宇宙科学研究所には付き、惑星探査プログラムグループが設置されており、惑星探査計画実施の実行本部が置かれる。神奈川県相模原市中央区吉谷。 第3-1-1のの相模原キャンパスでは年に1回特別公開が行われ、職員一同で様々なイベントや研究活動紹介を実施している。東大と宇宙科学研究所が制作したロケットの詳細。K、L、M はそれぞれカッパ、ラムダ、ミュート、ギリシア語を読みする。規制の作薬を使用した最初のロケット。ロケットの基礎的な知識を得るために作った。 ペンシルロケットの作薬を束にして使った二段式ロケット。全長1.8メートル、直径8センチ。国際地球観測年参加のために製作した観測用ロケット。目的達成後も改良を続け、次々と高度記録を更新した。科学実験の参考資料として、インドネシアとユーゴスラビアに輸出したが、小型固体燃料ロケットはミサイルに転用可能なため、 米国に咎められた。後に職員が状況調査のために輸出国へ行くと購入時は背広だった人間が軍服を着ていたという。宇宙開発事業団が H2 誕生まで米国によるロケット技術管理を受ける理由の一因となった。1961年に始まった計画。カッパロケットをより大型化したもの。 第2弾目に直径420ミリのカッパロケット第1弾目をそのまま流用できるように第1弾の直径735ミリは決定された。前期型 L-2、L-3、L-3H は内側版アレンタイに到達する観測ロケットとして開発された。後期型 L-4S、L-4T、L-4SC は ミューロケットの光学実験機として開発され、l 4 s 型5号機で初の人工衛星打ち上げに成功した。MV による X1000 天文衛星、スザクの打ち上げ1963年から計画が始まった宇宙開発を本格的に推し進めるためのロケット。合わせて衛星追跡センターと大型ロケット用発射場の整備、ランチャーの建設を行った。 M-4S の予備試験機。機体構成は一部がダミーであることを除いて、M-4S とほぼ同じである。本格的な衛星打ち上げロケット、L-4S を大型化した。打ち上げランチャーとの関係上、第2段目に尾翼を装着できなかった。このため L-4S より、飛行安定性は低下しているが、機動設計の最適化により、 衛星軌動投入確率は確保できている。3段式となり、2段目に姿勢制御装置がついた。C 型の1段目のモーターケースを延長し、打ち上げ能力を大幅に強化した。M 型の1段目に姿勢制御装置を取り付けた。S 型の1段目を利用するが、その他は全くの心臓。打ち上げ能力は一挙に2倍以上となった。ナスナと共同開発。 一段目に H2 の s r b 二段目に M-3SII の M-23 を使用している。試験員1号機のみで計画凍結。直径の1.241メートル枠が外れ太くなった。打ち上げ能力も2倍以上に。MV-5 以降は二段目が CFRP 化され、さらに打ち上げ能力が50キロアップ。研究所最後のロケット。 固体燃料ロケットとしては世界最大級。ペンシルからミューに至る本流以外にも多くの小型の技術試験ロケットや観測ロケットが存在する。宇宙科学研究所とその前身組織で開発、打ち上げを行った科学衛星ミッションは以下の通りである。戦前から行われていた気球による科学観測やロックーンに用いる気球の開発を引き継いで、 1966年に宇宙航空研究所内に気球部門が発足した。以後飛行機による観測と人工衛星による観測の間を埋める唯一の飛翔体として長期科学観測や光学実験に用いられ合計500機以上が飛翔している。初期は一般的によく用いられる気球下部を畳むことで地面に置きっぱなし玉を行うスタティックっぱなし。 急方式や気球本体をローラー車によりランチャー上に立て上げて、放球を行う立て上げっぱなし急方式が主流であった。その後、大型っぱなし玉装置を用いて立て上げっぱなし急方式の長所を伸ばし短所を克服した独自の放球方式であるセミダイナミックっぱなし急方式が用いられた。2008年には、放球場が 体重航空宇宙実験場に移転したことで、セミダイナミックっぱなし、旧方式をさらに発展させて気候による影響を抑えた、スライダーっぱなし、旧方式が用いられるようになっている。形式の添え字は、XX103 立方メートルの容積を持つことを意味する。ありがとうございます。